よろしくお願いします。こんにちは、ゆうすけです。こんにちは、うーちゃんです。はい、ふーちゃんです。新しいね、ふーちゃん。はい、今日は1月の11日です。トリプルワン。そうですね、111トリプルワン、トリプルワンの日です。それと今日1月11日って何する日か知ってるんですか？鏡開き。そうです、今日は鏡開き。そう、鏡開きの日なんですね。鏡餅を食べる日。そう、鏡餅を食べる日です。よくわかってるじゃん、ゆうすけ。そうそうそう、そうなんです。ちょっと説明しますよ、ゆうすけ。まず、鏡開きとはどういうことか。はい、いいですか。はい、では鏡開きがどういうものなのか、ゆうすけくんから説明していただきます。こちらです。はい、はい、ということで鏡開きを行います。こちらシナモンちゃんの年末買いました鏡餅。こちらはね、今日ゆうすけくんが学校行ってる間学校行ってる間にママがちょっと外に干しておきました。ひびが入りましたね。なのでこちらを割って、今日はママがね、本当はね、おしるこ作りたかったんだけど、おしるこはちょっとね、子供たちにはね不人気だったので、なので今日は揚げ餅を作りたいと思います。はい、揚げ餅。そう、せんべいです。揚げせんべいですよ。はい、はい、そうですか。ふーちゃん大好き、よかったね。じゃあふーちゃんの大好きな揚げ餅をこれから作っていきたいと思いますよ。ではゆうすけくん、ゆうすけクッキングスタート。さあ、ではゆうすけクッキング、久しぶりのゆうすけクッキングですね。ゆうすけくん、ね、何ヶ月ぶりだろうね。はい、ではぷくぷくお正月丸くなったゆうすけくんですが丸いですね。このまん丸お餅をまず手で割れるかなと思うんだけど、まあ、ちょっと待ってね。まず材料の説明からいきます。はい、今回はこちらの、鏡餅の中に入ってたお餅2つが3つあったので、それを6つね、そう、そしたらこんな感じで、最初からね、切り込みがちょっと入ってたから割れやすいかもしれない。こちらのお餅6つと、あとこちら塩と海苔。そう、塩と海苔、海苔塩揚げ餅にしたいと思います。はい、ふーちゃんちょっと静かにしてくださいよ。はい、これをこちらのフライパンで揚げていきたいと思います。はい、はい、ではまずこのお餅を、このお餅をね、ゆうすけくん手で割れる？手で割れる？割れないか、やっぱり。ではちょっとは今ママがやってみたら手でも割れました。これいけるかな、ゆうすけくん。ちょっと力いるかな。ちょっと力いる？いるか。ちょっと待って。じゃあ必殺、あ、いけた。うん。必殺技はハンマーがあるんだよ、ここに。ちゃんとここめがけてやってね。はい、せーの。割れないじゃんね。やっぱ手の方がまだ。はい、ではお餅手で簡単に割れましたね。ちょっと力入れれば割れたので、ハンマーを、うん、塩ね、分かった分かった。なのでハンマー必要ありませんでしたね。うん、はい、ではふーちゃん大丈夫ですか。はい、ではこれからこの揚げ餅を揚げていきたいと思います。油を使うので2人とも気をつけてくださいね。そう、これはね、うん、今回はまずこの切り餅をお鍋に入れて、そこに油を入れていきます。そうそう、先に入れていきます。じゃあこちらを入れてってください。うん、手で入れちゃっていいよ。そう、この中にふーちゃんもポン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 入れちゃっていいよ、まずね。はい、はい、ではここに油を入れていきます。ここからちょっと危ない作業になりますので、ね、こちらに入れてください。ゆうすけくん、どこどこ入れていいですよ。僕入れていいですよ。ちゃんと遊ばないでくださいね、まだ使わないから。ママ見てね、これで、うん、はい、油入れていいよ。あ、今火ついてないから。そうそう、これまだ火ついてないので大丈夫です。そのまま入れてね、ママがいいよって言うまで入れてね。はい、じゃあふーちゃん入れてください。ふーちゃん、うん、少しね、うん、いいよ、大丈夫、まだ入れてるよ、まだ入れてる、大丈夫よ。
お餅が半分ぐらい隠れたぐらいまで油を入れました。いっぱいあるね。はい、じゃあここからはふーちゃん、ゆうすけくん気をつけてくださいね。火をつけますので、はい、ではここから火をつけます。では危ないのでママが火つけますよ。はい、中火ぐらいで、これがパチパチしてくるからね。蓋閉めなくて大丈夫、もし危なかったら蓋するけど、ちょっとこのまま見てよ様子を。弾けたりはしないけど、なんかね、途中で強火にするんだけど、その時にちょっとパチパチ言うけど慌てないでくださいって書いてあった作り方に。こうやって危ないの。そう、ふーちゃんも離れててね、こっからパチパチしてくるよ。このね、この鏡餅ね、こちらなかなか見つけられなくて、ママね、アマゾンでね、ちょっと高め、900円近くしたのかな、買っちゃったんですけど、うん、家の近所のちょっとローカルスーパーで年末に50円で売ってまして。安っ！え？ 900円？ まさかの50円で2つゲットするっていうね、3つ買ったんだけど、2つは50円でゲットしたっていうね、もうびっくり仰天のお話なんです。であと皆さんこれ忘れちゃいけない、ここに応募券ありますからね。こちら1月31日までなので、シナモンロールグッズが当たるので、皆さんも応募してくださいね、切り取ってね。そう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 、なんかプキプキ言ってきましたよ。もっとね、2、3倍にでっかくなるらしいよ。2、3倍？そう、本当はね、もっと細かい方がいいのかもしれない。これでっかいお餅になるかも、せんべいになるかも。シナモン、ウサギみたい、これ。本当だ、なんかシナモンちゃんみたいになってきたね、ぷくぷくしてね。シナモンみたい。ぷくぷくしてる。うん。かわいい。ほら、これが。ほら、いい感じに揚げ餅になってきましたよ。せんべいだ。焦がさないように、最後の仕上げです。さあ、もうそろそろいい感じです。なので、これを揚げていきたいと思います。はい、ゆうすけくん、ちょっとこれ貸してね。危ないからね。これもママやりますよ。はい。ゆうすけくん、火止めてもらっていいですか？はい、こんな感じで焦げないうちに。火止められるんですか、ゆうすけくん。揚げ餅、揚がりました。じゃあ、ここに塩と青のりを振っていきましょう。塩？いいよ、パラパラやっちゃっていいよ。うん、はい、じゃあやってください。はい、パラ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 。うーちゃんも緑でいっぱい。もうさ、はい、貸したい。はい、どうぞ。はい、パラ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 、いいね。はい、ではゆうすけくん、ふーちゃん、出来上がりました。ね、ふーちゃんこの帽子かぶりたかったのね。なのでゆうすけくんが貸してあげました。ゆうすけくんはなんかお寿司屋さんみたいになりましたよ。だ鮮魚売り場の鮮魚売り場の人みたくなってますよ。はい、で揚げ餅できました。じゃじゃん、美味しそうだね。うん、早速この揚げ餅食べてみましょうよ、ね、どんな感じかな、ちょっと食べてみてください。ふーちゃん、せんべい食べていいよ。どうぞ試食してください。あちゃちゃあちゃちゃあちゃちゃあ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 ちゃ、うん、食べてみて。どう、ふーちゃん、おいしい？自分で作った揚げ餅せんべいはどうですか？おいしい、おいしいでしょう。これね、子供たちはいっぱい食べれるけど、ママたちはちょっとね、何個も食べるともたれるんですよ。なので、ゆうすけくんたち食べてください。ね。あれだね、これね、ちょっと焦げすぎると苦くなってしまいますので、皆さんもちょっとよく見ながら、きつね色になったら揚げるのがいいね。美味しいですか？二人とも夢中で食べてますけど。美味しかったね、シナモンちゃんの鏡餅が。こんな素敵なものに変化しましたよ。